はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今月号の How to do がは秋の足音というテーマでアレンジメントを制作していきます。洋酒山号というねラボを使ってちょっとこうオータムカラーの素敵なアレンジメントを作っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではこちらの器で制作をしていきます。まず最初にこの山ごぼうですね、洋酒山ごぼうを刺していきます。はい、洋酒山ごぼうが刺さりました。次はこのカラーをね刺していきます。でカラーが刺さったんですけど、ここにまた洋酒山ごぼうを少し入れていきます。次にこのレザーリーフファンでファンデーションワークをしていきます。はい、こちらでレザーリーフファンでね、そう軽めのファンデーションワークが終わりました。はい、次にこのグリーンの系統を入れていきます。これはもうマスで入れていきますね。このようにもうマスで入れていきます。はい、このグリーンのね系統が入れ終わりました。次にこのエレンジウムですね、見えますか、エレンジウムを入れていきます。はい、こちらでエレンジウムがね入りました。もうエレンジウムはこう数ポイントしか入れてません。はい、次にこの唐辛子を入れていくんですけれども、この唐辛子はこう数個をまとめてこのようにワイヤーでツイスティングして、そして刺していきます。では唐辛子を刺していきます。はい、こちら唐辛子が入りました。はい、では次にこのこれちょっと名前調べますね、猫じゃらしみたいなやつとこの割れ向こうですね、これをこちらに入れていきます。はい、ここで割れ向こうが入れ終わりました。これで完成となります。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。やはりねこの最初に入れた山ごぼうのラインですね、これで結構こうラインが決まっていきます。なのでまあこういうように枝物をね入れていく場合はもう一番最初のこの一枝だから、気をつけていかないと良い作品はできないということになりますね。では今回は秋の足音が感じる作品ということで秋っぽい作品を制作してきました。